ドロミさん、ティンクでございます。今回ね、本の感想動画撮っていきたいなと思います。はい、今回久しぶりに電子書籍でございます。はい、こちら、動物たちは何を喋っているのか、山際先生と鈴木先生の書かれた本でございます。はい、こちらですね、読みましたので感想を述べたいなというふうに思います。ちょっとね、久しぶりにあの電子書籍のね、ちょっと読むやつと同じページなので、ちょっといつも見て表紙がないですが、すいません、お許しください。はい、はじめにまずね、今回この本を買った理由ですけれども、アベマの番組で鈴木先生が出られてるのを拝見しました。それを見てすぐ買いました。はい、あのすごい研究をされてる方なんだなっていうことをですね、そこで初めて知りまして、まあ、もしかしたらご存知だった方もいるかもしれませんが、本当にすごい研究をされてます。もうものすごく簡単にだけ言いますと、鳥の研究をされてるんですよ。ただその鳥たちが、まあ、ピヨピヨって鳴くわけですよね。鳴くのがその求愛だったりとか、なんか呼びかけとか、そういう、まあ、要するになんか意味のない言葉だったりとかするんじゃないかなって思われてたのが、実は敵がいるよみたいな、例えば鷹が来てる、蛇がいるよとか、そういうある程度単語を使ってちゃんと喋ってる、要するに会話してるっていうことを、発見されて発表された先生になります。すごいですよね。なんかもう衝撃でした、俺それを聞いた時に。鳥がただ鳴いてるんだけやと思ったら、ちゃんとその鳴いてる中にも言葉として意味があるんだっていうことを知って、ちょっとびっくりしました。なのでもうぜひとも読んでみたいなというふうに思ったわけでございます。まあ、生き物は好きなら一度は考えたことあるんじゃないですかね。彼らが言葉を喋れたらどんな風に言ってんだろうなみたいな、そんな疑問に切り込んだ方なんですよね。もうなんかもうそれを聞いてるだけでどんどん興味がかきたてられませんか。生き物好きな方は多分そうだと思うんですよね。まだね、聞いてるとちょっと研究をまとめてる段階で発表できないんだけど、ものすごい発見してますみたいなことを言われてたんで、今後多分ねもっと出てくるんだと思います。とりあえず今発表されてる段階だけでもかなりすごいものがあるかなという感じですね。そして、名前としてはもう先に書かれてますけれども、対談相手の山際先生ですね。こちらをまあもう知ってる人は知ってるという超有名な方ですが、まあ類人猿全般でございますけれども、特にゴリラの研究の第一人者の先生でございます。もう国際的に有名な方ですね。非常に有名な地位に就かれている先生でございまして、多分顔は見たことあるよっていう方が結構いるんじゃないかなというふうに思います。YouTube 上でもそのゴリラの生態の解説とかされてたりとかいうのを見かけたりしますし、本はもうすでに何冊も執筆されてますんで、読んだことあるよって人ももしかしたらいるかもしれませんね。まあ、非常に面白いコンテンツを配信されている方ですね。そのお二人の対談形式ということで、ぜひ絶対面白いよなこれという感じでございました。はい、さてそれではね、総評に行きたいと思います。これめちゃくちゃ分かりやすかったです。かなり分かりやすい。はい、あの生き物好きだなって人はもうこれはもうもちろんなんですけれども、初めにそのこういう先生ですよって喋ったじゃないですか。特に鈴木先生の方はもう喋らせていただきましたけれども、その動物たちが喋ってるってどうやって分かったんだろうって私の説明を聞いて疑問に思った方、絶対大丈夫です。これ読んで間違いなく楽しめると思います。そういう疑問が湧いた方はですよ、あの生き物たちにとって言葉って一体何なんだろうっていうことを、鳥類の専門家の方と類人猿の専門家の方がそれぞれの視点から、ディスカッションしていくという形式になっております。理系じゃない、理系は苦手だなっていう方、まあ今いると思いますけども、全然大丈夫です。めちゃくちゃ分かりやすい。本当にね、なぜ分かりやすいかっていうのはこの後説明していきますが、かなり分かりやすく表現されております。最後の最後は我々人間にとって言葉っていうのは何なのかっていうところまで話が発展していくような物語になっております。はい。生き物たちの感性ですね。これは生き物たちの生活様式とか文化っていうよりも、そもそもどういうふうに感じ取っているかっていう感性的な部分に結構フォーカス当たってるなというふうに思いましたんで、そういうところに興味あるなって方は間違いなくおすすめできます。はい、生き物好きな方はもう問題ないと思いますね。さてそれではね、あらすじのお話をしていきたいなと思います。まあ、あらすじって言ってももう、あの要するにディスカッションこうされてるだけなので、あらすじのようなものは正直ないっちゃないんですけれども、一応まあちょっと軽くだけお話ししておきます。全部で4つの章によって構成されております。1つ目、まず動物たちっていうのは実は結構喋ってんだよって、ただ単にこうピーって鳴いてるだけじゃなくて会話をしてるんだよっていうところに焦点を当てた章。2つ目が、その言葉ね、喋ってるんだよっていうところが、じゃあなんでそういうことを喋ってるのか、彼らの心ですよね、その心と言葉っていうのをつなげて、議論されてる、何を彼らが考えているのかっていう視点で議論されてます。そして3番目、それを我々人間に当てはめた時にどうなのか、
そして最後4番目が現代社会において言葉とそして今まで見てきたこの心、このつながりの話を 2,3 としてるわけですから、現代社会における言葉と心のつながりについて考えていくと、そういう感じの昇降性になっております。さて、それではね、この本読んでよかったなと思うところ2点、まずお話ししたいなと思います。まず1点目、これはですね、もう最初からずっと言ってるんですが、めちゃくちゃ分かりやすい、専門的なのに非常にハードルが低いということが良かった点として挙げられると思います。生き物に僕私は全く興味がありません。これは無理ですその人はちょっと申し訳ないけど無理だと思うけど、私たちは生き物が好きです。まあ、私のチャンネル見てる方は生き物好きな方多いと思ってますが、生き物が好きですよって方はもうマジで全く問題なく楽しめると思います。本当にね、わかりやすいんですよ。なんでそうなってるのかっていうのは、ディスカッションをしてるそのままを書き起こすような形。まあ、本当にまんまじゃないと思いますよ。本当にまんまじゃないと思いますが、できるだけそのディスカッションしてる様子が伝わるような感じで書き落とされてて、そして、その知らない人、全くわからない人にどれだけ分からせるかっていうところにかなり重点を置かれてると思います。配慮がとても行き届いているんですよね。例えば、相手と誰か、誰でもいいです。話すときにですね、これこれこういうことなんですって説明されたことを、ちゃんと自分が理解しているか確認するために、別の言い方したり、まあ、全く同じ言い方するときもありますけど、自分の中で理解している度合いを言語化して相手に尋ねるときありますよね。A さんから、これはこういうことなんですって言われた時に、つまりそれはこういうことですよねって聞き返すやり方あると思うんですけれども、まあ会話していく中でこれはもうよくね、あることだと思います。仕事してる方とかで相手にこうね、知らないことを伝えたりする時とかはよくやりますよね。私も動画の中でよく2回同じことを喋ってるって言われるんですけど、そういうちょっとなんか傾向があったりするわけですが、これが本書の中ではずっと行われてるんですよ。いわゆる文字にした時にはそこを別に省いてもいいんだけど、ディスカッションという形式をちゃんと活かしていて、山際先生が言ったことに対して鈴木先生は、あ、つまりこういうことですよね、みたいなのは、ここの部分までちゃんと文字になってるんですよね。だからね、読み手の理解度がすごく上がるんですよ。我々が。ぐっと。多分、当の本人たちにはそれは必要なかったのかもしれないんですけど、で、文章化するときも、いわゆるスマートにしてしまえばいいわけですから、言ってしまえば2回同じこと書いてるわけですからね、省いちゃいいわけですよ。でも、それをあえて省かないで残してあるってことが、読み手の我々の理解度をすごく高められている。そして、その分、この本が楽しむことができているっていうところにつながってくるわけですよ。なので、とてもいいとこなんだなというふうに思いました。うん。結構ね、高度な、実際の中身的には多分高度な話をしたりしてたりとか、あるんだろうけども、読み手がしっかりとそれについてこれるような、まあ、もともと話のレベルを下げてるのもあるんだけども、そういった書き方の面で読み手がしっかりついてこれるようにっていうところも構成されています。これはめちゃめちゃ素晴らしい編集だと思いますね。はい。これはまず1点目、良かったなと思うところでございます。はい。そして2点目ですね。これはね、もう当たり前っちゃ当たり前なんだけど、これが文字になってることは私はすごいと思う。お互いのリスペクトですよね。これがね、文字から読み取れるっていうのはとてもすごいことだなと私は思いました。読んでてとても気持ちがいいです。まあ、鈴木先生とてもすごい方ですよ。さっき言ったみたいに発見されてることもとてもすごいことなんですけども、山際先生はもうめちゃめちゃキャリアのある、先生です。はい、当たり前ですけれどもね、もう後ろに書かれている経歴見たらもうとんでもないですよ。どういった職業に就かれてたのかって見るともうほほほほって思わずうなってしまうような、そんな方でございます。だから二人ともすごい先生なんですけども、キャリア的にはもちろん差があるわけです。それはもう年齢を重ねてたりいろんなものがあるから当然のことなんですけれども、文字として出てきてる中にも、鈴木先生から山際先生のリスペクト、これはもう当たり前なんですが、山際先生から鈴木先生に対してのリスペクトもひしひしと感じられる、そんな中身になってます。はい。まあ、その文章を書くときにわざとそういう風にされてる可能性も何にしもあらずですが、読んでるだけでね、この対談の空気感さえ伝わってきます。とてもいい対談をされてたんだなって、その場の空気はすごく良かったんじゃないかなっていうことを予感させる、そんな風になっておりまして、とてもね、読んでて気持ちが良かったです。はい、これが良かったなと思うところ2点目でございます。さて、ではね、そんな褒めてた本でございますけれども、いまいちだったなと思うところを1点だけお話ししたいなと思います。はい、これはですね、私は最終章の扱いがちょっといまいちだったなと思っております。まあ、読者が言えるようなことではないのかもしれないんですけれども、最終章は
正直ね、別の本でこれだけで話してほしかったなっていう感じが私としてはします。私の感想ですよ。この最終章はあらすじで言ったように、2と3章を得て、現代人にとっての言葉とそして心のつながり、その話をされるわけなんですけれども、この本はもともと動物たちがいっぱいおしゃべりしてるよっていうタイトルの本なわけですよ。で、まあ動物ってとこ人間も含んでるからいいじゃないかっていうところもね、もちろんあると思いますし、一冊っていう本で見たときに最後現代社会の問題にまで話を発展させていく、この手法自体はとてもよくあることではあります。それはそうなんですけど、私的にはタイトルもそうなんだけども、中身自体ね、めちゃめちゃ面白かったわけです。1、2、3面白かった。まあ、特に1、2。私1、2の部分が読みたいからこの本を買ったと言っても過言ではない。読んだ結果的にね、最初読む前の印象はその1、2の部分が読みたかったと思って買ったから、まさにそこだったけど、そこをもっとね、いろいろ聞きたかったし、見たかった。まあ、もしかしたら、もっと専門的なことになって、それを書くことによって、この本のレベルがぐっと上がっちゃって、良かったなって思うところは消えちゃうかもしれないけど、私的には買う前の印象はそこをもっと見たかったっていうところなんですよね。なので、最終章みたいな話は、また別の本とか別の切り口でゆっくり見たいなっていう気がしました。多分この二人の力量的には、最終章の話題だけで多分一冊本できるぐらいに多分ディープな話できると思うんですよ。なので、ちょっとね、なんか自分がこの本を読もうと思って買って、そして読み始めた時の印象と最後の話っていうのは、一冊の本で見たら当たり前なんだけど、ちょっとなんか乖離が大きかったかなっていうところですね。はい。なので個人的にはちょっと動物のそういった部分だけもっといろいろ教えてほしかったなって思ったりします。はい。ただこのお二人の対談自体はとても面白かったので、最終章の切り口を別でやってもとても面白い本になるんじゃないかなと思いますが、どうでしょう。はい、という感じでございまして、感想でございます。いかがでしょうか。興味持ったなっていう方、まあ、ちょっとね、普段の小説とかとはちょっと違うタイプの本ですので、興味持つ方っていうのは結構限定的かもしれませんが、動物がもし喋っていたら、彼らの言葉が分かったら、どんな風に言ってるんだろうなっていう、そういう謎にまさに具体的に切り込んできている、先生たちだと私は思います。この本を読んでそれはさらに気持ちとしては強まりました。なので、動物が喋ったらいいなって、喋ってることが分かればいいななんて気持ちになった方は、ぜひともですね、読んでみると面白いんじゃないかなと思います。そしてまだまだ第一線で活躍されてるお二人ですし、鈴木先生はそのアベマの場でまだ発表できないけどすごいの持ってますみたいな話をされてましたんで、今後ね、びっくりするような発見とかそういった発表がされる可能性ありますんで、気になる方はねチェックしてるといいんじゃないかなと思います。私もちょっとね追いかけたいなというふうに思いました。はい、ということで今回の本の感想でございました。皆さん見ていただいてありがとうございました。またよければね、何か別の動画等でお会いいたしましょう。ではお疲れ様です。またね。